ちは。日本総合園芸の生け方講師福本でございます。日に日に朝晩涼しくなる今日この頃です。ススキとはまた違うパニカムでナチュラルな秋の訪れをお楽しみいただければと思います。 YouTube のチャンネル登録もまたよろしくお願いいたします。今回は A コースを行けてみます。パニカムを主にナチュラルな感じの森花にしていきます。このパニカムは川辺とかその他空き地などに生えてる同じような種類の植物に似てますが、これは生け花用に生け花やフラワーアレンジメントに栽培されているもので、そちらのナチュラルな自然に咲いているものを自然に生えているものを取ってきているものではございませんので、やや左傾斜で竹高くさっとナチュラルに立ち上げます。昨今はこんな自然な花材が流行ってますのでね、好まれてますのでね、こんなような花材のニーズが多くて、さまざまなナチュラルフラワーやワイルドフラワーと呼ばれるものをこんな風に当社でも取り入れてね、喜んでいただけるかなと思って用いております。先に入れたパニカムの3分の2程度の長さで、ちょっと左手前に傾斜させて間合いを取って、こうゆったりと刺してみます。で、葉が倒れてくるようでしたら、まあ、切り分けてバランスよく刺してもいいでしょう。で、次にピンクッションです。ピンクッション、これ南アフリカからね、毎年この時期になると綺麗なピンクッションがね、たくさん入ってきます。ちょっと今の時期にね、彼岸花みたいな感じでこの赤い色が綺麗ですね。棒立ちにならないようにいくらか右傾斜で、そして真正面にしっかり据えます。ピンクッションはね、茎が硬いので切り口は斜めに切ってグッと差し込んでから傾斜するといいでしょう。まっすぐに切るとちょっと差し込むのに力がいりますので、斜めに切ってグッと差し込んでから傾斜させるといいでしょう。やや右傾斜と真正面あたりにグッとこう刺します。で、次にセロシアですが、これはまあローズベリーパフェという品種なんですが、左右にね、切り分けて、こちら右斜め下の方に。セロシアは先端を お好みの方向に、右なら右、左なら左にこう、割とこんな風に曲げてあげることができますのでね、お好みの角度にしてやるのもいいかなと思います。で、切り分けた、まあ短い足元のちっちゃいのでいいので、で、こちらに添えて、剣山隠すようなイメージで、こんな風に入れてやって完成です。綺麗ですね。自然な感じのパニカムとピンクッションとセロシアの森花の出来上がりです。